さあ今日は特別企画です。女子アナのご褒美。さて今回はですねジョイポリスさんのご好意によりましてジョイポリスのアトラクションをですね、いっぱい楽しみながら TBS の女子アナたちが紹介していくというだけの素晴らしい企画で、一番伝えられた人にはなんとご褒美まで。ご褒美があるんです。罰じゃなくてご褒美です。そう、こちらの無料券みたいな。無料券どうせその一番下手だった人が罰ゲーム。なーもうもうもう信じて、もう信じても。信じて。顔やめましょう。ルール的なものありますか？言いますか？そうですね、特にルールはないんじゃないですか。今言ったやつですね。アトラクションに乗ってもらって、見ながら魅力を、魅力をね、伝えてもらう。伝えてもらう。何ですかこの今時この電話の黒電話の音。黒電話の収録中ですよ。すいません、私しばしばた。嘘でしょ。マジで。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。いや本番ですよ。スマホ切っといて。スマホ切っときなさいよ。気をつけます、ね、気をつけてね。はい、気をつけます。リニューアルしてるんですから。はい、ということで、はい、いろいろ遊んでいきましょう。今日は行きましょうかね、早速ね。よし、遊ぼうぜ。誰が乗る？2人ずつ。2人ずつ。あそこ行きますよ。2人も絶対乗りたい。怖いの好きなのみんな。ジェットコースターはちょっと苦手。プレちゃんダメ。ダメ。ここ2人は好きだ。大好きです。こういうのはだいたい不干渉です。どうしたんですか？そんなことないですよ。ジェットコースターとか好きなのは不干渉です。だいたい逆にこちらの2人はものすごい、ものすごい感じる。すごい感じる。分かりました。あの言ってきますけど、乗りながら PR してください。乗りながら、乗りながらこのジェットコースターの良さを、魅力のアトラクションの良さを、魅力を語ってください、ね、実況しながら。そうそうそう、リポートです。でよかったらご褒美先ってのありますから。毎回ご褒美があるんです。毎回、あ、毎回、ご褒美と聞きテンションが上がる女子アナたちだったか。頑張ります。はい、恐怖のあまりリポートにならず。いや楽しかったね。楽しいですね、お台場ジョイポリス。いろいろ遊べますね。吉田があんなに怖がりだとはね。まあ姉さんもですけどね。ちょっと可愛い一面見せちゃったかなって。まあでもたまにはこういうねご褒美企画的なものもいいでしょう。もうエンディングですから。エンディングですね。そうですね。ありがとうございました。はい、OK です。ちょっとお水もらっていいですか？ごめんなさい。水、さっきしばちゃん、しばちゃん、お水ありますか？しばちゃんにね、私飲みかけのやつ渡したんだけど。あれ、しばしばと、しばたが大久保さんの水持ってて途中から見てない。え、しばた、ちょっと見てないんですけど。しばた見てない。しばしばといなくなったの？はい。あれ、途中からいなくなった？はい、途中からしばた見てない。お、どういうことだよそれ。ちょっと探す。あれ、なんでいないの？いや、本番中いなくなるわけないでしょ。そういうことあります？だから、どうした？あ、ちょっとしばしばたのカバン。しばしばたがいつも持ってるカバン。いつも持ってるカバンですよ。ちょっと中身見てみますか。台本と、怖い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 、なんか暗号みたいなやつ。なんだこれ。わたさ矢印、晴れさ矢印、た矢印、らは矢印、な、なにこれ、怖い。事件とかに巻き込まれたわけじゃないですよね。でも連れ去られたりしたんじゃないの？いや、ちょっと、あの子かわいいからさ。あの子かわいいから、誰か変な男の人連れ去られたんじゃない？めっちゃかわいいからか。ということで、緊急企画、女子アナたちが探偵になってこの謎を解く。題して、女子アナ探偵名探偵
サーが穴。アナウンサーだから。言ってしまえば柴柴田が今どこにいるかを当てていただければ。はい、そうです。どこにいるか。どこにいるか。ジョイポリスはそんな終わりっていうわけにはいきませんから。これをやりたかった。これをやりたかったわけです。しばしばと探さなくちゃいけません。でもさっきカバンの中に入ってた文字が気になるんですよね。そうです。これに何か何らかのまあヒントというかしばしばとの情報が隠されてるはずなんです。さあということでですね、女子アナの皆さんには制限時間は10分でございます。時間、はい、今までのヒントいろいろありましたんで推理をまとめていただきます。じゃあいきましょうか。いきますよ、はい、よーいスタート。10分しかどうすればいいんですか。はい、10分しかありません。え、そのこれをじゃあみんな推理してください。分かりました、一瞬で。さすが、すごいね。マジ、いや早いよ、分かる子分かるんだよ。私も分かったんですが、髪が欲しい。解き方が分かればそうですね。まあまあ、あのですからね。柴田からメールが来た。何、待って待って、ヒントになるかも。はい、分かってない人聞いてください。柴田からメールで、はい、スマートに…てんてんてんなりたいてんてんてんバイ柴田。ヒントっぽいですね。なりたい、スマートになりたい。まさに人から言ったらいいヒントだよ。そうですよ、いいヒント、いいヒント、いいヒント、はい。時間がいっぱいでございますんでね。終了です、お願いします。まずはじゃあ渚からいきましょう。自信ないな。どう推理しましたか。謎は解けました。しばしばたは刀のユリにいる。おお、刀のユリ。どういうことでしょうか。これは分かんなくて、どこから刀のユリを持ってきました。スマートになりたいって言ってたので、そこだけ。エステといえば高野由里先生のところだと。そうですね、この先生のところに行けばどうにか悩み解決できるかな。最初のさんの矢印混じって、あれは結局どうしちゃったの。あの暗号全然分かんなかったです。何にもたどり着かず、まあ、いろいろこう書いたんですけど、でも全く分かんない。まず矢印、これ何みたいな。なるほど ね、まあ、ね。さあ、古谷ちゃん行きましょう、はい、謎は解けました。しばしばたは2階のトイレにいます。ぽいけど、なんで。これ矢印の向き気にしてください。はい、2階のトイレ。何やってんの。どうしたどうした。もう一回お願いしていいですか。どこですか。一緒に、せーの、2階のトイレ。イントネーションが。イントネーションで。アナウンサーだから。正しいの、そのトイレとか。2階のトイレですよね。違う、違う、違う、2階だって。2階のトイレ。いや、間違ってる。間違ってますよね。トイレになりたいって言ってたので、うん、トイレに行ってスッキリすればいいかなって。じゃあもう残りの自信のあるチーム、ね、謎は解けました。しばしばたはレストランにいます。なるほど、謎は解けた。しばしばたはレストランにいます。イエーイ。左に、バーシュッシュワレシュッスシュッとラフにいます。2人ともスマホを持ってるから分かるかなと思ったんですよ。私キーボード、あの普通のです。あ、これやらない。渚はこれです。シュだよね。でも気づかなかった。なんでスマートになりたいのに、なんで食べてるの。スマートフォンです。
や、わかりやすでもまさかのテラスだったね。マジか、なんか食ってんすもんね。なんか食ってんな、ちょ、行こうか。そこ、どう考えてもおかしいだろ。おかしいぞ、こら。カツだろ、お前、カツ。来た、カツ来たぞ。ちょっと、しばしばた、何してんの。なんで2食食ってんだよ。急にいなくなってさ。おかしいでしょ、今収録中にレストランに行ってね、ご飯食べてる時おかしいでしょ。お腹空いちゃって。お腹空いちゃって我慢できず。いや、よかった、無事で。本当にね、何かあったら大変なことになりますから。